文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はですね、まあちょっと視線を変えて論点を変えてみたいな感じの話をさせてもらおうと思うんですが、スカイハイ社長、 BMSG 社長、スカイハイ社長と今回はですね、ジャニーズジュニアさんの方の会社であるジャニーズアイランドの方の代表取締役社長である滝沢秀明くん、タッキーですね、滝沢くんについて話をしてみようかなっていうふうに思っております。で、ですね、ジャニーズファンの方ももしかしたら見てくださっているかもしれませんが、この動画に関しては私はジャニーズのあのファンという形ではなく、あのあまり詳しい形ではないです。なんですけれども、あのいろいろと見ておいてこのように考えたっていう話だけをさせていただきます。これは BMSG およびジャニーズさんに関してのあの建設的な話であって、あの批判するっていうつもりは全くございませんので、あのあらかじめご留意いただければっていうふうに思います。いわゆるポジティブな話としてさせていただきます。で、あの再度繰り返しになりますが、私が思ったあのジャニーズファンではない人間の立場から思ったあの滝沢くん、タッキーに関する話ですね。あ、まあちょっとあの世代的にあのタッキーがよくテレビ出ていた時期にあの若い頃送っていたので、まあ普通にあの滝沢くんだなって思っちゃうところもあるんですけれども、あのそういった意味合いで個人的見解という形でね、まあお聞き流しいただければというふうに思います。基本は BMSG およびね、スカイハイさんのファン、 BE:FIRST ファンの方向けっていう形にはなると思いますけれども、あの調整しながらお話をさせていただこうと思います。あのまあもしかしたらですけれども、BMSG のファンの方、私も含めね、スカイハイさん、 BE:FIRST のファンの方としては、滝沢くんがですね、滝沢秀明社長があのまあ二人の革命児っていう形でタイトルに入れていると思うんですが、革命児っていう形のそのニュアンスとはちょっと違うっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ何回も言いますが、個人的な考えですけれども、私としてはタッキーは、滝沢くんは、滝沢社長は実はその革命児というか、あのいろいろと考えていらっしゃる人だなっていうふうに思っておりまして、あのやり方は違うんですけれども、基本的には日本の今の現状を憂えていろんなことを試していこうっていう風なことを考えている人だと思っています。あのスカイハイさんが本当にたくさんいろんなことを考えて BMSG を作り、ノベルコアさんを所属っていう形にして、で、あの THE FIRST っていう素晴らしいオーディション番組を行い、 BE:FIRST という素晴らしいアーティストをあの輩出したわけですよ。そのことは、まあ、私の動画見てくださっている方の大半がおそらくあのご存知なことだと思います。で、本当に革命ということをスカイハイさんに関してはご自身でも言葉として発しておりますし、日本の音楽業界、まあ、ボーイズグループからになりますが、日本の音楽業界を、芸能を変えるっていう意味合いで、そして BMSG 自体をカルチャーにまで押し上げるっていうことも標榜している、非常にあのすごいあの革命的精神を持って考えていらっしゃるわけです。もちろんこの革命というのは平和的な革命でありまして、あの暴力的なものは全くないという形でね、あの音楽の業界、芸能業界の革命ということでございます。で、あの日本っていうのはやっぱり、まあ年配の人たちの力が、年功序列って制度が随分今でも根強く残っていたりとか、その辺が本当にすごい強い国だっていうのはあるわけでして、そういったいろいろな現状の芸能の中でどうやって動いていくかっていうのは本当に難しいんですよね。維持タレントであれば結局その事務所の方針に従っていればっていうところは、まあざっくり言っちゃうとあるわけですけど、いろいろと管理したりとか指導する立場ってことになってくると、そうもいかなくなってくる。でもその中で現状の芸能の形に甘んじてやっていくっていうことも全然可能っちゃ可能だったわけですよ。で、あの今回そのタッキーに関して、ちょっとあの滝沢社長ってあの言いづらくてタッキーって言っちゃうんで、すいません、あの滝沢くん、あるいはタッキーと呼ばせていただきます。あのテレビでずっと見ていたので、これはリスペクトという意味合いで、あの滝沢くんという形で呼ばせていただきます。はい、あのむしろ多分ですけど、あのテレビで見てた数っていうか、あのまあ芸能としてというか、テレビで見てた怪奇クラブとか懐かしいな自分で言ってて、あの、はい、タッキーが出てた番組見てたんで、
多分スカイハイさん今めちゃくちゃファンですけど、テレビとかで画面でその顔を見た数はおそらくタッキーの方が上で、あの数多かったりしますからね。はい、まあそれはちょっと余談ですけども、滝沢くんが考えていることっていうか、やっていることっていうのは、やっぱりその結構難しいことで、ジャニーズ事務所っていうところで、やはり昔からね、ある事務所でもあって、インターネット業務っていうものになかなか積極的でない媒体だったわけですよ。媒体というか、事務所さんだったわけですよね。でも、ジャニーズアイランドの、社長として、ジャニーズ事務所の方では、本家のジャニーズの方では、おそらく現在副社長で、まだ変わってなければそれでよろしいはずですが、ジャニーズジュニアの方の、管理をする方のところでは社長という形なんですよね。で、アイランド TV っていうのもありますが、そう、アイランド TV もそうですし、それから、ジャニーズジュニアチャンネルという YouTube チャンネルがあって、インターネット業務に、すごい乗り出してきてくれたと。これはかなり革命的だったわけですよね。で、やっぱそれをやるときにかなり苦労したんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やっぱインターネット業務でやるっていうのが、やはりおそらくは元々のジャニーズ事務所の中ではそんなにいい顔をする人っていうのが少なかったのかもしれませんが、そこを多分そのジャニーズジュニアっていうくくりにして、そこでアイランド TV であったりとかインターネット業務に行くっていうのは、まあ要するに日本人があまり好まない形の、まあ言ってみれば無料でコンテンツをこうね出すっていう、これは昔の考え方で言うと、でその昔の考え方に結構固執しているのが芸能界という、本来芸能界と革新的であるべきところでも、未だに芸能界でも保守的な考え方をする人がいるというか、インターネット業務とかに関して積極的でない人が多い中で、それのおそらくは結構最もたるところで、またジャニーズ事務所においてインターネット業務というものをアイランド TV およびジャニーズジュニアチャンネルなどで展開させるっていうところ、そこはやはりタッキーなりのその革命精神だったと思うんですよね。で、その中でやはりでも、ジャニーズ事務所っていうところの、まあ、役員でもあり、結局のところ抜本的に改革するっていうのは本来はできないわけですよ。それでも頑張っているっていうことがまずあります。で、この抜本的に改革するって話はスカイハイさんが語っていたことで、今の芸能界を憂いている人たちっていうのは実際にはたくさんいるんだけど、でもそれを全部変えるってことになると、あまりのは抜本的すぎるだろうと、もう結構ガッと覆さなきゃいけないっていうのがあって、それができる人間っていうのは本当に少ないと。で、それが一番できるのはもしかしたら俺なんじゃないかなっていうふうに思ったと。これはサッシャさんとのね、J-WAVE のフェスで、サッシャさんとの対談で語っていたことでもあるんですが、そういうことなんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここに関して、滝沢くんはおそらく、今の現状というか、そのジャニーズのことっていうよりも、今のこの日本の芸能っていうのを憂いていると思います。何しろね、まあボーイズグループだけで言ったら、やはりK-POP が強いですよ。BTS はじめとして、でジャニーズさんっていうのはやはりその中でも日本としては一番やり玉に挙げられて比較されてしまうところだと思うんですよね。でどっちがいいどっちが悪いっていう話じゃなくて、比較されるっていうことは当然滝沢くんもそういう世界の情勢とか見えるわけですよね。で見てるとも思うんですよね。でそうなっていた時にやっぱり変えていかなきゃいけないって思ってて、それでインターネット業務に乗り出して、それでまあジャニーズさんのね、インターネット YouTube とかの方も最近はね、海外展開、英語字幕とかもつけたりとか、そんな感じにして、あとは嵐の二宮くんがジャニーのチャンネルっていうのをやってて、それも見てますけど、まあそこでジャニーズジュニアチャンネルからね、カメラ借りたいとか、そういろんな借りたいとかしてたっていう話もして、最近いろいろね、家具をイケアで買ったんで、それ揃ってきたみたいで、まだ別個なんですが、最初は借りていたわけですけど、やっぱ当然ですけど、すごいいい機材を揃えてやってたわけですよね。それもタッキー社長がね、滝沢社長がジャニーズジュニアチャンネルに力を入れているからっていうところで、そうだったんだと思うんですけど、やっぱインターネット業務っていうところに力を入れてると。でやっぱこれって K-POP もそうですけど、K-POP をその来賛するってよりは、やり方として、成功例として K-POP っていうのがあるので、そこがインターネット業務で、言ってみれば無料じゃないんだけれども、コンテンツをガンガン出していくっていう形のやり方をやったっていうのは革命的で、でも革命ずっと言ってますが、やっぱり抜本的に変えるのは、ジャニーズの役員である
滝沢くんの立場では無理なわけでして、残念ながら。でそれをスカイハイさんがやるっていうことになったら、これはタッキーとしてもタッキーがそのスカイハイさんを知っているかどうかっていうか、まあそこの部分置いといて、あこういうことやってくれるやつがいるんだなっていうふうに思ったんじゃないかなと、うん、まあそういうふうに言ってますが、そうだな、スカイハイさんがもともとジャニーズジュニアにね所属していたっていうのはご存知の方も多いかなと思うんですが、まとめサイトを実はさっき見たので、それでどうやら滝沢くんがね、あの滝沢くんのバックで日高さんがね、日高みずひろくんジャニーズジュニア時代の踊っているっていう姿っていうのは実は一個発見されているっていうのはあって、だからまあもしかしたらその時はあのもう昔から売れっ子だったタッキー滝沢くんとして一人のジャニーズジュニアの子を日高くんをどのように思っていたかっていうのは分かりませんけれども、ただやっぱりトリプル A としてね、トリプル A 日高光弘としてジャニーズジュニアからの出身という形であのデビューした時期があったわけで、その時に当然滝沢くんはチェックしたはずなんですよね。もしかしたらその前から多少目にかけていてくれていた可能性もゼロではないし、でここからあの実はまた別の話につながってくるんだけど、多分滝沢くんもスカイハイさんに日高くんに日高さん社長に期待してくれてるところあるんじゃないかなっていうふうなことをちょっと思ってるんですよね。だから多分住み分け的なところもできるし、あの BMSG としてはスカイハイさんの方としてはファイティングポーズを取らないっていう形で、競合を作らないっていう形でもう喧嘩はしませんよっていうふうにもちろん言ってるわけですよ。でジャニーズさんがあのね、ジャニーズさんの力であのアピールできるところ、それから BMSG の力でアピールできるところっていうのは多分別の層だっていうところがちょっと感じてはいて、だからまあここからはあのね滝沢社長日高社長ではなく彼らのグループという形でお話をしますが、彼らのグループというか、ね、そういう形ですけど、 BE:FIRST となにわ男子さんね、うん、住み分けができそうだなっていうふうに思ってはいて、でスカイハイさんが実は言ってるのは、あのいわゆるそのいろいろな芸能だけじゃないですが、いろんなところで調整しますっていう、いろいろいろんなことを調整するっていう作業が一番難しいっていうことを実は言ってて、でも多分滝沢くんは滝沢社長はそのジャニーズの事務所の中でいろんなことを調整してアイランド TV とか立ち上げたと思うんですよね。だからおそらくはスカイハイさんが一番難しいって思っているその調整っていう業務を滝沢社長はすごくできる人で、滝沢社長がもしかしたらやりたいんじゃないかと、まあ個人的に思ってるだけですが、もしかしたらやりたいんじゃないかなっていう、あの日本のそのボーイズグループとかの改革っていうのを本気でやってるのが日高社長っていうことで、多分お互いがお互いをあの直接あの話し合ったりすることっていうのは今後も多分ないんですけど、でもあの実は表と裏というか陰と陽みたいな感じで、実はこうなんていうんですかね、こうすごくバランスを、それによって2人の存在がこのあのいわゆるボーイズグループ中心のことになりますが、バランスがすごい取れている存在の2人なんじゃないかって気がするんですよね。だから調整とそれからいろんなことに長けた滝沢社長、そして革命的にいろんなことを挑戦していく日高社長、ここの2人が、まあ、全く違うところではあるけれども、あの違うところでいろんなことをやっていくこと自体が、これがすごいいわゆるこういう歯車のような形で噛み合っていって、 2人の歯車の位置は多分離れてはいるんだけれども、一番駆動する歯車ですね、この2つの歯車があることで他のいろんな小さな歯車がどんどん回っていく可能性が高いと。でこれはやっぱり革命なんですよね。やり方は違うし、 BMSG の人間と、あ、人間じゃないな、 BMSG ファンの人間としてはね、あのもしかしたらあの滝沢社長の やろうとしている革命というのは分かりづらいところもあるんですが、ただこれはあの要するにベクトルは違うけれども革命なんだっていうふうに私は思っています。だからね、もしかしたらね、あの滝沢くんがね、うん、ジャニーズジュニア時代の日高くんをね知っていたりとか、もしかしたらしてたら心の中で応援してるんじゃないのかなっていうふうにちょっと思ったりするところもありますね、うん、はい、まあそんな感じでした。ちょっと拙い話し方で申し訳ありませんでしたが、個人的な見解でございますので、あのお許しいただければと思います。そう、何回も言いますが個人的見解でございまして、情報エビデンスとかはありませんが、そうなんじゃないかなというふうに思った感じでございます。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。